江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷の話題ですけれども、渓谷公営放送 KBS ですが、ひどすぎる扇動報道をしてしまうと。これひどいんだ。あ、はい、まずですね、画像、渓谷語、渓谷語、朝鮮語、おでんなんですけども、こちらね、おでんの文字わからなくて結構でございます。見ただけで、なんだこいつって感じなんですけども、ちょっと見ていきましょう。こちらでございます。はい。ね、なんて書いてあるかわかんない状態で、これをパッと見せられたらね、これテラベクレルですよ。TBQ って。210、1000。これね。はい。ね。じゃあちょっとね、こちら書き込み見ていきましょう。くーちゃんお願いします。あ、翻訳も後でありますから。 KBS に鳥肌が立つ。典型的な左派の扇動方法の一つ。統計捏造、統計作詞、グラフ捏造、これが左派のやり方で KBS の扇動方式。無能難読の犬豚たちにはまだこんな扇動が通用する。どんなに焦ったらあんなことするんだろう WW。 はい、ということでね、まあニュースそこまでね、こうしっかり文字まで見る人、まあ見るのは普通なんだけど、まあこうね、流し何かをしながらねテレビ見てる人とか、まあたくさんいると思いますよ。そういう人がこれをパッとね瞬間的に見たら、ああ日本の方が多いんだなって思っちゃうじゃないですかね。じゃあこちら翻訳見てみましょう。渓谷の場合は5つの原発合計で昨年1年間で210テラベクレル。日本の福島は、合計で、1000テラベクレルね。で、1年あたり 33.3 テラベクレルずつ、30年間放出の合計が1000テラベクレルです。どうよ、ひでえな。30年間の合計をここに書いてるんですよ、1000テラベクレルって。ありえないね。はい、こちらに対してですね、やっぱりまあ文字を読めば気づくんですよ。あれおかしいな。はい、じゃあですね、こちらに対して渓谷の反応がありますんでご紹介していきたいと思います。作詞な。はい、じゃあ1人目、こちら。渓谷は1年分で書いておいて、日本は30年分の総量を書いて隣に年33だと書く。マジで KBS とっちめなければならない。フェイクニュース発言値わらわらは、これが言論掌握のお手本ですね。本当に提出だね。放送通信審議委員会が本来の機能を果たすだろうから、あんなフェイクニュースはなくなるだろう。ニュースもあっという間に過ぎ去れば数字だけしか覚えないから。何気なく見ると渓谷の放出量の5倍くらい吐き出すように見せるわらわら。民主党の子分 KBS はごまかし扇動を忘れないねわら。あれくらいなら放送局にしてはすごく良心的なことなんだけど。マジかよ、知能テストだねわらわら。渓谷人を騙すにはこれほどのものがないから。常識的に比較するのなら同じようなグラフの場所に数値を記載しなければならないんじゃないのかわら。渓谷は総量6300テラベクレルだねわら。これを見ると本当に問題ないねわら。渓谷より少なく排出するよわら。渓谷の210ベクレルも5つの原発だ。原発1つあたりの平均40ベクレル、福島は33ベクレルわら。地上波が YouTube の動画よりレベルが劣るから誰も見ないんだろうわらわら。
全世界が核開発以後ほとんど海に放出させ、これまでたくさん食べておいて今更発作わら、和を瞬間的に混乱させるように書いておくねわらわら、数学能力評価ニュースじゃんわらわら。日本が年に 33.3 で K 国が210、これなら K 国が日本に謝罪するのが正しくないか。冗談ではなくそのまま数字だけ信じる奴らがほとんどだ。計算しないバカな奴らがマジで多い、はい、というね意見でした。あ、それではですねチャットの反応行きたいと思います。はい、じゃあね上の方からいきますかね。ひどいな。ぼよよん、いつものことよ。どうせ大したことは言ってない。 MBS に続いて KBS、 お前もか。先導、渓谷のいつもの日常ですね、わら。ろくでもない内容でしょ。ペプシの方が少ないから負けじゃね。ひどい、もっとひどい、めっちゃひどい。ああ、自分のところの数値は低いぞ、という嘘報道か。先導放送は日本も負けてないような、パヨ放送局だからな、それくらいするよな、わら。いつも数字嘘だらけ。1年対30年か、わら。とにかく日本を貶めたいんだな。うわー、なんだこれ、比較すらまともにできないのかこいつら。お前ら5年で抜くじゃん、かっこ笑い。この比較で何を伝えたいのか。渓谷は30年間で6300テラベくれるじゃん、わら。日本を陥れたくて仕方ないのが露骨に出てる。でも騙されるんだよね、文字が読めないんだよ、わかれよ。1年で210テラベくれるというと、もう何年間垂れ流ししてたっけ。30年の間に半減期を何回やると思う。条件を揃える、これは科学では当たり前ですよ。だからノーベル賞取れないじゃないんですか、わら。どっちめるって久しぶりに聞いたな。 W どっちめたって、わら。逆に5年で日本の30年分放出してること問題にしないのな、わら。お前ら李承晩がソウルのアスファルト舗装に交え交えした放射性物質の方が多いくせに、なくなんねえから半日続いてんだろが、わら。ここから塩を買いに行かなきゃあってどうしてなるんだろ、わかんないや。だって毛毛率からしたらあまり変わらないのでは、理解しないものね。日本のマスコミの円グラフよりえげつないの出てきたは。計算できねえのにこんな報道しちゃって、どう責任取るにか。相変わらず情報をごまかして誤って記憶させる方法ですね。どうせ記事読まんから記事なら騙せる、わら。嘘ついてないと死んじゃうから、わら。はい、ということでね、コリアノーベル賞は当面無理だわ。はい、ということでね、皆さんはいかがお考えになりましたでしょうか。これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。